大阪市高速電気軌道長堀鶴見緑地線。長堀鶴見緑地線は、大阪府大阪市、大正区の大正駅から、大阪府門真市の門真南駅までを結ぶ、大阪市高速電気軌道の路線。正式名称は高速電気軌道第7号線と、小市、鉄道要欄では7号線、長堀鶴見緑地線と記載されている。駅番号を表す際に用いられる路線記号は、 1990年に開催された国際下と緑の博覧会、花博会場へのアクセス路線として建設された日本初の鉄輪式リニアモーターミニー地下鉄である。ラインカラーは花博会場となった鶴見緑地をイメージした萌え木色、黄緑色である。1990年に花博の開催に合わせて京橋駅鶴見緑地駅間が開業。当初の路線名は 鶴見緑地線であった。1996年に京橋駅から新西橋駅まで延伸。長堀通りの地下をさらに西伸ばさせる計画もあり、この際に長堀鶴見緑地線と解消された。市中心部では東西路線の役割を果たすが、南北方向に折れて、市南西部と四北東部及び門橋とを結ぶ。標準気ながら、 従来の車両より断面積が小さい鉄輪式リニアモーターミニ地下鉄を採用。日本初の鉄輪式リニアモーターミニ地下鉄であるため、開業に先立ち南港の埋め立て地に実験線を建設してデータ収集、乗務員の習熟運転に当てた。鉄輪式リニアモーター地下鉄は、その後とへ地下鉄大江戸線、神戸市 A 地下鉄海岸線、福岡市地下鉄、七熊線、 横浜市営地下鉄、グリーンライン、仙台市地下東西線など、その他の都市の路線でも採用されている。新斎橋駅では、御堂筋線のほか、四つ橋線の四つ橋駅とも、改札内の通路で繋がっており、乗り換えが可能。そのため、長堀鶴見緑地線も、すべての他の大阪メトロの路線との乗り換えが、可能、新交通ステムである。 南港ポートダウン線は除くな路線となっている。ただし、最初の区間が開業した1990年3月から、震災橋まで延伸された1996年12月までは、他の地下鉄路線とは接続しておらず、その場合は、京橋駅から大阪環状線などを経由した上で乗り継ぐ必要があった。後発で建設された地下鉄路線のため、既存の路線、 後に開通した今里筋線を除くより深部を走ることとなることから他の地下鉄路線と交差する都心部を中心に駅ホームがかなり深い位置にあ。このため乗り換えやホームから地上までの移動に時間がかかることが多いが平成になっての開業路線でもありバリアフリーは充実している。しかし他路線との乗り換えがない一部の単独駅では 改札フロアからホームへの下りエスカレーターが設置されていない駅も存在する。今後の計画として、大正駅からは同じく大正区の鶴町方面への延伸が検討されている。全駅に可動式ホーム柵が設置されている。2007年、平成19年の予算案で、2010年度、平成22年度までに設置されることが検討され、その後、 2010年6月より、大正駅を川切りに順次設置工事を行われ、2011年2月10日までに、大正駅鶴見緑地駅間の各駅で設置が完了して使用が開始された。なお、門間南駅はこの時は設置対象外であったが、2011年度、平成23年度に設置されることになり、2011年10月31日に全駅で稼働開始した。 2014年3月31日に、他の大阪市営地下鉄、当時各路線と同時に、トンネル内で、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクの携帯電話大手3社による 4G、LTE 通信が可能になった。長堀鶴見緑地線は、歴史的経緯、工術により、距離を示すキロポストが2つに分かれている、矢印の方向に、キロ数が増える。 運賃計算には、西長堀駅森の宮駅間のキロ数型、線経由と同じになるよう調整された営業キロに対応する、区数を用いる。自動列車運転装置によるワンマン運転で乗務員が乗務する。ドア操作は、運転台にあるモニターとホーム上のミラーを確認して、行う。非常時や ATO 装置の故障の場合は、手動運転に切り替える場合がある。 門間南方面の最終列車を除いて、大正駅門間南駅間の全区間の通し運転である。2013年3月23日より、門間南方面の最終列車のみであるが、横み駅が設定された。逆に、大正方面の列車に、横み駅を始発駅とする列車はない。ラッシュ時は2から4分間隔、日中は7分間隔で運転されている。 京セラドーム大阪でイベントなどが開催される場合は、大正駅新西橋駅、横堤駅間で臨時列車が運転されることがある。横堤止,止まりの列車が設定可能であるのは、横堤駅特徴でも触れている通り、車庫、鶴見検車場が鶴見緑地駅の近くにあるものの、車庫へ直接入る配線が横堤方面とつながっているからである。深夜には、 震災橋駅の引上げ線に留置される車両も存在する。2017年度決算における、経常収支は約35億円の赤字、営業収支は約41億円の赤字、営業係数は153.2である。経常損失は今里筋線、約38億円に次いで2番目に大きい赤字である。また、 2014年度の1日平均輸送人員は16万1093人である。当時の大阪市営地下鉄では今里筋線6万4385人に、ついで2番目に輸送人員が少ない。計画当初は上、町筋を経由する経路も検討された。沿道に大阪府庁舎がある大阪府はこのルートを押したが、 大阪城の外堀や南波宮跡に沿う上町筋では埋蔵物への影響とそれに伴う工事遅延が懸念さた。特に南波宮跡と法苑座解析のある法苑坂交差点の地下に中央線との接続駅も新設しなければならず遅延は必至であった。そのため森の宮駅で中央線と接続できる玉作り筋ルートが選定された。同駅北は 玉作り筋から西へ逸れて、大阪城公園杉山地区の地下を通り、大阪ビジネスパークも経由している。蒸気のキロ数は10キロ、区間は構想、通信、計画が出された時点において、未完のものを示す。全駅大阪府に所在。各駅にテーマが設定されており、すべての駅のデザイン特徴が異なっている。最初に開業した京橋駅鶴見緑地駅間では、 花博に合わせて各駅ごとに駅の花を設定している。コンコース部分に花の大きな壁画が描かれているのが特徴である。この区間の駅のデザインは後にできた駅のデザインと比べてややおとなしめでありホームの衣装は各駅共通である。1996年と1997年に開業した京橋駅対象駅間の各駅は駅の所在地にちなむテーマを設定し、 各駅のホームやコンコースに非常に特徴のあるデザインを施している。ただし、対象側と同時に開業した門真南駅は京橋駅鶴見緑地駅間の駅のデザインに合わせている。各駅の駅サインなどについても、日本語フォントについては、打線区で用いられるもの、そのほとんどが見出し5メガバイト31のようなしなやかな形状のゴシック体であるとは異なった。 比較的直線的なスタイルのゴナビーブナグが用いられている。開業当初から接近、入線、発車メロディを使用している。接近メロディは当時の終着駅の大阪弁アクセント、京阪式アクセントをメロディ化したもので、角間南方面域が鶴見緑地、鶴見緑地、大正方面域が京橋、京橋をそれぞれメロディ化したものを採用している。なお、 現在の奇襲天駅の駅名、角間南、対正も同じ白数、六泊と四泊なので、現在でも音によって、どちらの方面の電車が接近しているかがわかる。ただしアクセントは異なる。全駅が、島式ホームとなっており、日本の多くの鉄道車両では左側に設置されている運転台が、長堀鶴見緑地線の電車では、ワンマン運転を行うため、 安全確認などを行いやすいよう右側に設置されるのも特徴である今里筋線の車両も同様。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。